高江、ここはカットされますが、もう一度今度は宮城天、中には2人上がってきている、切り返した、狙いすました、シュート、9試合ぶりのゴール、今シーズン2ゴール目、山形2対0。ここも高江からですね、はい、ここ早いタイミングでグラウンダーでクロス入れるのかなと思ったんですけど、ギリギリまで石田選手を引きつけて、はい、